おはようございます。プレイステーション4版ドラゴンクエストリーダーズアレフガルドの危機を救うパート10のトレイルということで、今回はウルスの元へ、腐った死体とかに変化させられてしまった人の返事がない。しかし得体の知れない力を感じるし、ただの屍ではないよ。回っておきます。なんか俺の街よりおしゃれ。全部回収してきます。すいません、持ち物がいっぱいになりました。マジか、ほんとや、ほんまやね。何がいらんかって、何も。特にそんな残しておきたいのもないけどな。ここら辺、花びら。花びらいいかな。なんか、4。古い紙に文字や数字がびっしりと書かれている。何やら病気の治療法に関するメモらしい。見ているだけで頭が混乱しそう。野菜は紙をそっと地面に置いた。そして俺はそれをそっと手に取った。なぜだとやってもうまくいかない。やはり病に抗うなど無駄なことなのか。最近書かれたものの色だ。書かれた文字はここで終わっている。回収。初めての城の飾り。どれ、大丈夫か。誰だお前は。もうすべて終わったんだ。放っておいてくれ。あ、元老は様、私は、エゲフォー、スカール。じゃあ、君らも、ちょ、これ。元老は様。おう、これは元老は様の。私はとんでもないことをしてしまった。すべて元老は様が正しかった。人間ごときが病を死を超えるなんておこがましい。このメモを元老は様、そこに手がかりが。ああ、うげえ。あ、ノー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 。むちゃくちゃになって、むちゃくちゃになって。距離を取って、回転。距離を取って、回転。とりあえず数減らしていこう。数減らして、ヒットアンドアウェイ。ちょっと全然ヒットしてないっていう。一回攻撃せずに近づくだけっていうフェーズも入れた方がいいのか。なるほどね。はいはいはい。ありがとう、野菜助けてくれて。これを元老様に生命の木を、ウルスの手紙を使った。ちょっと待った。捨てる。初めてウルスの手紙を手に入れた。じゃあ帰ろう。元老様がやはり正しかった。病に抗うなんて、ちょっと悲しいけどな。とりあえず花を雰囲気に、そして風呂場でも戦える。はい、なんか物がやっぱ多すぎるよね。大弓、焚き火、窓、壁掛けランプ、おしゃれ柱、ドレッサー、シンク、どうしよう、シンク、本とかも置いとくか。ご自由にお読みください。ドレッサー、博士、
博士じゃねえ、おじいちゃんのドレスは使うか。病院につけろか。寂しくなるな、この病院も。人が全然おらへん。んで、ちょっと、おじいどこ行った？いや、あ、お前来たな。みんな協力して戦おう。みんなで協力して戦おうと。壊されてはないのか。大丈夫か。まあ、じゃあしょうがない。ウルスの手紙、なんて書いてあるのか気になる。ちょっと読んでもらおうか。おじいちゃん、ケンローマさん。おぞましいもの道の種、あれがわさび、ちょ。お、戻ったか、野菜。剣道は、してどうであった？そうか、ウルスが。野菜よ、かつてわしとウルスはこの地の病を根絶すべく研究に明け暮れておって、しかし、物を作る力を持たぬわしらでは何をやってもうまくいかなかった。そして、ウルスはついに病ではなく、死そのものをなくそうと考えた。そう、あの異形の病は、異形か。ウルスが人間が作り出したもの、人のおごりが生み出した負の遺産物なのじゃ。そうであった野菜をウルスから身も預かってきたのであろう。わしに見せてくれるか。ふむ、これウルスの新しい薬の開発記録のようじゃな。あまり気乗りはせぬが解読してみるとするか。人の死そのものをなくそうとするウルスの実験にわしは反対し研究をやめた。お主でやった時だって聞いた墓は研究の犠牲になった者たちの墓だったのじゃ。野菜は悩ましい。所詮人間が病と戦うなどやはり間違っておるのではないか。病の死から逃れようとするなど人間の領分を超える。せっかく上流その手がかりをわしが解析している。それが本当に正しいことなのかは分からぬが、野菜を解読が済むまでの間バチを発見させビードの経験を積んでくれ。積みました。レベル4になりました。ひとまずご苦労じゃった野菜。あの山ではありもしかしそんなまさか。冷静、あの山のことも心配じゃ、色のことも気がかり。仮につながって見せたとしても、手を尽くして患者があんな姿になっては、すまぬか、野菜を色に声をかけて慰めてやってくる。まあ、そうね、確かに。バチバチ行く感じだ。お、野菜さんは大変です。私もなんかこの町に何とか守ろう。なんですって、元老様が病と戦うのはやめようと。何を言うかってすぐだ。絶対に。野菜様、まず魔物たちを倒しましょう。戦いの準備はよろしいですか。私は自分の他の誰かをお助けできる力がある限り諦めたくはありません。そうだね。力があるから戦いたい。それは俺もその思いはあるな。えい。あ、そういうことか。模写っす。お弓はターゲット仕掛け絞ってくれるんや。人に化けよるとは何たる言葉。ノックバックか。ケツもあったノックバックで、ノックバックの被害に遭ってしまうんで。結構タフやな。村人もタフやけど。初めて南国草の種を手に入れた。南国草、なんやろ、南国草。
旅の扉緑を手に入れた。誰だ誰だ、誰がここに希望を振りまいている。お前か、お前か、お前だな。はい。はい。なんだ今のは。あれ。ごほうごほう。ごほうごほう、あやさい様。申し訳ありません。どうやら私も病にかかってしまったよう。おうついに私も他の誰かを助けできる力を失ってしまいましてですね。こう様、ここまでにいたしましょう。治療も必要ありません。おそらく今の私たちではこの病は治せない。それにもし私が感染を広げればこの町は終わり。やさい様お願いします。皆様のために、この町のために。どうか私を殺し、担ぐ。そんなことはできねえ。寝かせよう。私を殺してください。どういうこと？何、何ちょっとエルガ、おのれおのれ。どれこっちゃ、しかしこれも定めかもしれん。やはり人間を病に抗うべきではないのかもしれん。野菜よ、エルの願いを聞いてやってくれるか。エルを、エルを、エルを殺してやってくれ。俺の第二章の彼女候補、いや待て待ってくれ。やはりエルを、わしの可愛い孫娘を殺してならん。野菜よ、どうかどうかエルを救ってくれ。もしは再び旅の扉を手に入れたであろう。旅の扉は持ち主が求めるものがある場所へと道を開くという。頼む。せならほっとコラナや跡地に立つ世界中に行ってはくればいいか。ウイルスの、ウイルスじゃねえ、ウイルスの式によれば、そこにある陰性な調合台になるものがあれば、特別な薬を作れるかもしれん。よし、わかりました。じゃあ、その任務。ちょっと待って。その役目。しっかりと。受け負いました。どうすか。これで、焚き火を置いとく。焚き火松明。焚き火でも松明でもどっちでもいいか。ここをこうして、間違えた。すげえ。よくやったよ。ちょっと言っといてくれ。建築、建築は、建築？立たねえ。何億層だね。これ今、使ってみるか。何も起こらなかった。ゴミ。ゴミにしてしまった。ほい。旅の祠が完成しました。では、行かせていただき、ちょっと待ってよ。ミッション。ふふふ、なやさい、そろそろ私の知識を生かしてみないか。ん、そんな得意げな顔してもどんな知識を持ってるのか知らないだって。君は無礼なやつ。名前から復帰した時に話を、そうだよね。錬金、ん？鍛冶屋の子孫。その、金属、加工。強い武器や防具を作れば、来たるコンドル、ヘルコンドルとの戦いにも役立つはず。銀を5個、俺持ってるよ。お、私、待ちか。これが無言の圧力というものなのだな。気になる。何か思いつかないか、銀を加工して素材として活用する何かを。ひらめ。これ、ひらめくのかな。命のひらめ。お、ひらめいた。液体分。え？液体分。作ってみるか。これを作ったら、カリウム。鎖か。ちょっといっぱいひらめいたね。満月のリングとか。マヒムコ。とりあえず、ちょっと待ってよ、武器を、鎖片びら、ディカントの毛が、青い石石。はい、はい、やけど、ちょっと待ってよ。
当てるとダメージ、不死の魔物に麻痺効果、聖なるナイフ、どうなる、作っといた方がいいのかな。まあ、でもちょっと持っといても別に罰は当たらない。鍵何個ありゃいい、とりあえず鍵をこんぐらい作って、ほい、1個ぐらいありゃいいか。とりあえずこれまでの過去の旅の扉のとこ行ってみるか。5ぐらいはあったんじゃないか。まあ、ここにまずありますわ。初めて金、金か、金ね、聖なるナイフ、聖なるナイフか、一応装備変えとくか。指輪、力の指を外して、メルキドクリープ、はめとくとか、着とくとか、被っとくというか。私は探求者タルバ、さあだ、私の姿が見えるのか、そうか、そうか、ルビスに使わされた伝説のビルダーなのだな、ビルダーな、さあだ、なぜこのような地に来た。ここはかつて聖なる祠という神聖な場所があった地。しかし聖なる祠は竜王軍によって跡形もなく破壊されてしまった。そしてその後地に生えた聖なる祠の力を宿した一本の生命の木も生を得ようとすがってきた人間たちのせいで枯れち、ビルダー、アタベとそなたの望みや、リムルダールの病を根絶することか、それともすら闇を晴らすことか、すべて望もう、どれも違う、ただ友達を助けたいだけ、あ、違う、そう、そのようなことがルビスに与えられたビルダーの役割だとは思えないが、ビルダーよ、そなたに古の調合台の作り方を教えよう。あとは聖なる草があれば友の病を治す薬を作り出せるはず。聖なる草は私が保管をしておいたのだが、保管庫の鍵は失われている。しかしそなたならばきっと扉を開くすべを見つけられるだろう。さらばだビルダーよ、そなたが作る新しい世界を楽しみにしている。まあ、とりあえず古の調合台とやろう。はいよ。おお、野菜を古の商店の作り方が分かったのじゃな。野菜見るには黙っておったが、エルは私の、わしのたった一人の孫娘で、エルは病の研究を諦めたわしを、心の底では憎んでおった。だからあのように。確かにわしは今も病に抗うのが正しいことなのか悩んでおる。しかし、ね、野菜、やはりわしには可愛い孫娘を見殺しにはできぬ。よし。まあ。まあ、何でもいいんやけどね。こう。子供、孫娘を救いたい、その気持ちがあれば、どんな言われでもしてくださいと。夫人の病を治す薬。そんなものが、とても簡単にできてしまう。石材、調合粒。石材骨とか。石材。石材どこにある、石、石材、石材か。おお、野菜、よくぞ聖なる雫の製法を思いついてくれた。聖なる草なのじゃが、世界中は枯れてしまっています。その草も失われているのじゃ。しかし一つだけ探求者タルバが保管していたものがあるらしい。失われた保管庫の鍵さえ作り出せれば聖なる草が得られるじゃろう。保管庫の鍵、いにしえの調合台とやらを作る。
でいい？どこに置くよ。置く場所が全然ないな。ここか。ちょっとでかいな。まあここぐらいでいいか。逆にね。せいやる草。特に何も大したもんは作れへん。ぽいね。とりあえず行くか。そんな強くはないか。竜の鱗。守備力5アップ。はい、聖なる草準備できた。ちょっと思った以上、思ったほど強くなかったな。まあ、そんなもんなのかな。普通のドラゴンじゃなかったもんね。ドラクエの、あれだ、ダースドラゴンじゃなくて、なんとかドラゴン。あ、おじいさん。おった。おお、素晴らしい野菜。これが聖なる草。これがあれば、色を救う聖なる雫が作れるはず。もしかしたら草一本だけでは薬を作るには足りない。聖なる草の種をひらめいた。おお。あ、やば。聖なる草の種。んで、ひらめいたわ。じいさんどこ行った？あ、行っていた。ここに植えればいいのか。なんか料理してんな。ふむふむ。それなりにいけそうじゃの。さすがじゃ野菜。聖なる草を。一度種に戻し、研究者タルバから得た農業の技術を使って種から聖なる草を育てれば薬を作るのに必要な量が得られる。うん、はいはい。でかっ。あ、これ全部これと。こうしてこれで種を思う存分
負けると。4、5、あれ ?6? あ、やば。料理を。なんか料理を作れんやろ。あ、ここ、この段差をこうしとくといいかもしれない。さあ、これで、出来上がるんではなかろうか。これで、なんとかの雫、聖なる雫だっけ。これで雫が、できるはず。おー、いいね。で、これを使うと、パンチ。これは一体。お、野菜様、私などのためにお薬を作ってくれたのですね。野菜様、私はずっと夢を見ておりました。それは恐ろしいヘルコンドルの夢です。これまで野菜様のおかげでたくさんの病を克服することができました。あとはヘルコンドルさえ倒せれば、倒せばこの夢であるに光が戻るはず。お、野菜様、お願いします。ヘルコンドルを病の研究を倒してください。ということで、エルも元気になったんかな。ありがとう野菜よ。主にはいくら感謝しても感謝しきれない。野菜よ、わしは自分が情けない。間違った道に進んだ弟子のウルスを途中で見せ、最後には死なせてしまった。そして死を受け入れよ、などと最もらしい哲学や理屈をこねておきながら、結局は愛する孫娘を見殺しにすることはできなかった。野菜よ、わしは本当に愚かな人間。ってなんかうなずいてる。ちょっと、そうか、そうだったな。最初に出会っていくもの、私はそう思うしちゃった。大きな力のアラバムは愚かしい。しかし、だからこそ人間らしいと。俺、そんな言ってたやん。間の抜けた顔にしてはなかなかやねえって。まあ、感謝しておる。お、ここからバトルが。なんじゃ今のは。まさか。なんやろ。とりあえず一晩だけ寝てみようか。一晩寝て。で、はい。一晩寝て元気になってもらって、それで、戦ううちに、あ、大弓？ガンガン、武闘家みたいになってるかもしれない。じゃあ、戦おう。これなんかおじいちゃんばっか攻撃してるような気がする。当たってない。任せた。これ人はプレイヤーは気づかへんのか。プレイヤーじゃ、いや、間違えた、プレイヤーじゃなくて、ボットじゃなくて、NPC。村人は気づかへんわ、感じか。三河しなく壊れた。しまった。裸になってしまった。どうすか。まあ、いいか。パーズス
え、マジか。マジか。ナイス、なんとかなったで、なんとか、マジで、お前がおらんかったら、誰も向こう行けへんかったから、俺も行けへんかったしね、なんとかなりました、おかげさまで。よし、素晴らしいぞ。よく頑張った。いい戦いでした。衣装がなくなったな。来る。はやぶさの、はやぶさの剣？マジか。鎖片びら。三河篠の服。いやー。よし、ヘルコン、迎えると。防具が弱っちっていう。マジだな。あれ？俺の旅人の服。ん？どこ行ったの？まあ、いっか。これいいな。いけ。残像。満月眼。あ、上にいる。これ大丈夫か。次のフェーズ。もうちょっと、もうちょっとあれかな。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。危ない危ない危ない。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。しょこり。え？まだ何ステップかあんのかな。満月眼ゲット。お、まだあるんか。じゃあ。近いくらいなんで今日はこの辺でありがとうございました。お疲れ様でした。次回そろそろヘルコンドルに行けるのかな。